た妖怪メダルゼロの古典メダルであります。はい、3つ入手しました。はい、今から開けていきます。はい、アソート番号604からいきます。はい、じゃあ開封します。欲しいかな。あ、出ました。キラキラ唐草何って書いてある。見えない。はい、カラカサ魔人です。はい、カメラを通すとちょっと見えないですね。よく。はい、もう一枚いきます。何のかな。あ、これ66ですね。はい、じゃあ次いきます。次はアソート番号が何番でしょうか。 6?605 です。はい、605当てます。はい、じゃあいきます。1枚目。はい、あ、来た。座敷わらしかな、これは。あ、違うね、座敷わらしんですね。わらじんっていうかな。はい、もう一枚。はい、赤穴が来ました。これよく出るね。はい、じゃあ、はい、次3つ目いきます。アソート番号が606でいいかな。はい、606です。いきます。はい、1枚目いきます。カラカサおばじ。はい、来ました。もう1枚。はい、1つ目小僧。はい、以上でした。はい、66B で、これがホロのカラカサ魔人で、赤なめで、またホロのこれは何、座敷わらしんで、一つ目小僧、カラカサお化け。はい、以上になります。はい、ご視聴ありがとうございました。